はい、マビポチャンネルの時間がやってまいりました。どうもこんにちは、くるみどコーヒーの影山です。はい、井川です。ねえ、あの井川さん、前回の、うん、あのこのオンエアで、うん、ねえ、MBS の、うん、はい、マメヒコビジネススクールを、ビジネススクールの構想が初めてね、うん、はい、あれこれよ、マメヒコの人たちはみんな知ってる？知りません。知らないんだ。影山君に初めて今日今あ、これ今初めて、初めて、うん、発信されたわけですね。発信しました、うんうん、だからみんな始めた頃にはもうこんなの忘れてると思いますけどあのやりますよ。あ、本当なんですね、うん、で、うん、いや、まあね、そのすごく最近も思うのは、うんうん、今の世の中を動かしているなんかある種のメインストリーム的な、うんうん、動きがあって、うん、まあ、僕らはそれに対してちょっとこうそうじゃないものっていうね、うん、でただこっちに僕は真実があると思ってやってるんですけど、うんうん、まあ、あれがあれかな、あの公園通りで話をした時に、うんうん、僕はいつかこっちをこうちょっとずつちょっとずつ育ててね、うんうん、やっていったら、うん、なんかそれこそ合気道張りに、うん、いや今もう力関係で言ったら1対、うんうん、まあ、100どころか1万とか1億と か、 なんかそういう世界だと思うけど、なんかこうじわじわじわこうね、線形に変わっていくっていうより、ある域地を超えたらこうなんかぐるっと世の中の力学が逆転して、まあ僕らがちょっとまあメインストリームと言いたくもないですけど、あ、確かにこういう時代かもっていうになるって信じてどっかやってるんですけど、井川さんはまあそういうことはもう どっちかっていうと起こんないんじゃないっていう感じのことも言って言ってたことあるんですよね。で、その MBS っていうのはそういう中でいうとどの辺を目指してこう、ね、イメージされてるのかっていうの。いや、あのね、まあ、僕はもう 金がね、影山君にはあの言ってますしね、あの影山君の悪いとこですけどね、はい、やっぱり、まあ、全くとは言わないけれど、違う価値観を共存して持っていくってことが大事なんですよ。ははは、ね、つまり時代はどうなるかっていうのは、うん、僕らには分からないことなわけですよ。分からないですね。ある日突然戦争が起きるかも分からない、ある日突然地震が起きるかも分からない、はい、そういうふうにやっぱり時代を大きく変えることっていうのは、僕ら自身が頑張ってやることじゃないんですよ、うん、ある日突然何か天変地異っていうのは、そのこういう風なものが逆転するということがあればね、それあったかもわからないしないかもわからないのは、その決められたタームの間に大きな地震があるかもわからないし、まあそれこそ遡ればオウム事件みたいなものがね、やっぱり何かあったとか、その前だとなんだ学生運動があったとかさ、そういう風にやっぱり時代で、その学生運動だってある一人の学生の憤りで始まったというよりはね、うん、その背景にはベトナム戦争があるよとか、うん、朝鮮戦争があるよとかっていう風に、うん、やっぱり世界全体が大きな流れっていうものの中に組み込まれてると僕は思うわけですよ、うん、はい、だからベートーベンだって突然ベートーベンが生まれてジャ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 ンって言ったわけじゃないですよね、うん、その背景にはピアノが発明されたとか、うん、バイオリンが発明されましたとかっていう風に、うん、要はある時代が何かを生み出すと僕は思うわけですよ、うん、だから影山君の今の理屈がそうなるかもわからないし、うん、ならないかもしれない、でもそれは間違ってることの証というよりは、うん、自分では想定できないようないろんな不可抗力はね、はい、いきなり猿の惑星から猿が来るとかね、何かがあれば一気に変わってしまうってことってあると思うんですよね、うん、だから王様がいなくなる時代が来るとか、天皇陛下がもうお飾りになる時代になっちゃったとかっていうのは昔の人は想定しないわけですから、うんうん、で、いやでね、なんかその僕らが例えばカフェをやるっていうことになると、うん、カフェっていうのはやっぱりどうしたってある程度お客さんに受けなければ商売になりませんよね、うん、だから本業っていうのはどっちかっていうとある程度、まあ、大衆に迎合するっていう言い方が合ってるかどうかわからないけど、うん、お客さんに受けてなんもないわけですよ。そこを無視しては進めないんですよね、うん、しかできない、だから自分のお店を出したことが自己表現だってことになれば、うん、それはもうそんな迎合してまで自分の表現を曲げたくないっていう気持ちはあると僕は思いますよ、うん、だけど僕はカフェをやってるっていうのは一つの本業だから、うん、ある程度やっぱりお客さんに受けるっていうところを追求するべきだし、うん、はい、まあ、受けてもないのにあんな受けたくねえっていうのはどうかと僕は思うわけですよね、うんうん、だけど一方で、まあ、今やろうとしてるそのマメヒコビジネススクールとか、まあ、味噌会だとか、もっと言っちゃうと映画だとか畑だとか、そういうことっていうのは、はい、その本業とはまたちょっと別にね、うん、やっぱりさらに時代の一歩先とか二歩先を見据えながら、うん、そういうことを常に意識していると、はい、それは
もしかすると本業の方にも波及することもあるかもしれないし、ないかもわからない、本業だ本業だって言ってお客さんのことばっかり追っかけてたら何をやろうとしてるかって見失うことってありますよね。だけどその本業の方に見失うこととは違う、なんていうのかな、自分のやりたいことを込めすぎちゃうと、受け手側としてはちょっと暑苦しいっていうか、重たくなる、重たくなっちゃうってことありますよね。だからある程度本業っていうのはあのカフェ屋のあの勝負っていう中で の、その理屈の中でもやるし、でもそれだけでは自分のね何か感じとか今考え感じてる時代のなんかこの時代っていいのっていうような思いみたいなものは、いろんなチャンネルを使いながら、そっちはそっちで育てていく、でもこれがいつか逆転してね、こっちの本業がダメになってもこっち側が話す開いたってことにはしたくないんですよね。やっぱカフェ屋はカフェ屋の本分っていう形で、あの相変わらずお客様にはいらっしゃいませっていうしね、お暑いですねとかカプチーノが流行ればカプチーノをやるっていうようなことも必要だと僕は思う、だけどそれだけだとどうなのっていう気持ちもあるし、なんかこっちで作った表をこっちに生かして、こっちで何かそのテコの レバレッジっていうんですか、ことを使って体制を逆転させたいっていう気持ちっていうのは、僕はそういうことで逆転はしないと思うんだよね。本当にある日突然天変地異っていうことが起きうる、実際そうでしょ、だからある一人の個人の思い、例えば松原、まあ、朝原翔子一人の力で時代が大きく変わったとか、そういうことではないと僕はそう思ってるんですけど、どうですかね。まあね、あのだから天の時地のり人の輪ってね言うけど、そのなるほど、まあ、もちろん時代の流れとか、ことあるし、その一人の人間のね力 の、あのちっぽけさってことももちろんあるけど、まあでもなんか最初のこうきっかけだったり、最初のね、なんかボタンを押したやつがいるっていうことはきっとあると思ってるから、まあ、そのボタンを押したことで次の何かがまた動き出し、でそういう時にちょうどそういう何か大きな時代の上にも来て、で気がついたらってことはあると思うから、だからなんかその変わっていく姿も含めてこう、ね、もうロードマップが出来上がっていて、それを粛々と歩んでるんですってことではないんだけど、まあなんかそこに向けての最初のボタン一歩、ボタンを押すってことはなんか諦めないでいたいなっていうことなんですね。だからその豆彦ビジネススクールっていうのはそういう点で言うと、やっぱりその本業とはちょっと違う形でね、男性みたいなものにこう、今何を考えてるのかってことを知りたいっていうのもあるし、男たちはどこにいるんだっていう疑問がね、単純にあるので、でこの男たちを集めると、なんかそれが大きな力になって何かを変えるとは思わないですけどね、あのそうなるかもしれないし、変えるかどうかは分からない、だけどとにかく今はこの人たちが何を考えてるのかを知りたいっていうところが強くあるのでね、まず豆彦ビジネススクールっていう形で、やってみたいなって話してみようかと、そう思ってるってことですよね。そこででも話聞いて、まあ、これまでの豆くるの朝に参加してくれてた、あの勤め人のね、人たちなんかもそうですけど、まあサラリーマンっていうかね、まあじゃあ話聞いて、あなるほどねと思ってくれた部分があったにせよ、でそれじゃあね、働き方変えたり会社辞めたりするかっていうと、まあ、そうでもないっていうね、っていうのもなかなかじゃあそうじゃない選択肢っていうのが想像しづらいっていうかね、その例えば奥さんがいて子供がいてみたいな話が、まあ、やっぱりついつい先立つと、もうそんなこうゼロから新しくチャレンジを起こすみたいなのも言ってられない年だしなみたいなことに、まあ、結局落ち着いちゃうっていうかね、それはそうだと思うけど、そもそも例えばそういう会に参加しようと思うってことはね、やっぱりそういうような何かみたいなものに何かこうシンパシーを感じてはいるわけでしょ、ってことはそういう人が仮に10人集まれば、1000人は思ってると思うしね。ああなるほど、1000人思ってるんだから、この国の何パーセントかはそういうことを思ってるんだっていうふうに思いますよね。でもちろんほらよく例えばこの前の都知事選なんかでもさ、こういう家入一馬が出て、これがもしかしたらどうとかね、あの小泉首相がこうなったから、もしかしたらここで大きく世の中が変わるんじゃないかって言いながら、結局舛添さんじゃんみたいな ね、 でしたね。それもマスコミが最初からそう言った通り の、その予定通りだったじゃない、ってみんなああって思っちゃったでしょ、だけど
やっぱりこれだけの数がいるわけだから、うん、逆にあのあとほら小泉さんにしたってそういうものでじゃあ次にまた何かこういう形の活動を続けていきましょうとか、うん、まあ家入さんならあやっぱりこれだけの人が支持してくれたんだから次の何かを考えていきましょうって言ってまたなんかそういうものはそういうもので続きますよね、うん、だからほら結局のところ舛添さんじゃんみたいなね、うん、ことを言う人って、うん、これ結局は何もやらないって気がするわけね、うん、それだったらまあやっぱり落ちるかもしれないけどどれだけの人がまずこういうことを何とかしたいって思うてるかどうかを知りたい、うんうん、っていうことで立候補するっていうのも、うん、ありですしね、まあ、MBS もあるし、うん、そういう投げかけである、うん、投げかけであるということですね、はい、はい、ご期待ということで、はい。